本日はこちらのゲーム、鋼の錬金術師モバイルやっていきますと。で、まあ、初心者って書いてあって、このステップアップガチャ。一周限定のね、3ステップガチャがあるので、ちょっとこちらをね、ちょっと回していきたいなと思います。提供割合見ましょうか。最初の、無料の1回は、SR が 100% 確定で、まあまあ、割合的には振り分けられてると。で、2ステップ目ですね、が、SSR が 3%。で、3体ですね。3分の1で出ると。ただ確定なんで、SSR はまあ確定で回せますよと。っていう感じですかね。さあ、行きましょうか。さあ、まあ、最初の1回は SR 確定ですと。これどうしましょうか。じゃあ、まあ、1回目なんでね、ちょっと100番入れてみます。大義のために捨てるものなどいくらでもありましょう。これ持ってないですね、多分。ありがとうございます。さあ、まあ傷の男ラスト、オリビエ、この3体ともまだ持ってないので、まずはね、確定なんですけど、どれが来ても OK です。どうしましょうか。ちょっとね、インスピレーションで、2222。まあ、確定なんで、まあ、絶対ここは金に変わると。OK。さあ、あとは、確定分以外でも来るのかと。2枚引きとかあるのかと。そこがね、ちょっと気になるんですけど。3体目、4体目。お、5体目できたということは、オリビエ。教職の世界だ。ありがとうございます。あ、どうだ？さあ、6体目。おっと？これ、2体引きあるんだ。すごいな。ラスト。面白いわね。遊んであげるわ。最高っす。さあ、次な、ということは、我が愛刀は鋼さえも貫く。8、いざチョッパーとは俺のことだ。9、部下が失礼いたしました。ラスト。私、キメラだろうが何だろうが、生き残ったもののか、まあ、ちょっと後で評価します。ありがとうございます。これ皆さん見ました？2体引きあります。証明しました。さあ、ということは、最後ですね、3ステップ目のラスト。もちろん SSR 確定なんで、できればね、ちょっと謎の投稿まだちょっと持ってないんでね、ちょっと、欲しいなと、謎の男来いと。さあ、確定です。3ステップ目。そして2枚引きがあるかどうか、ここも注目したいところ。たまには俺たちと残業デートしましょう。部下が失礼いたしました。3体目、4体目、5体目。さあ、6体目できましたよ、これ。おーっと、かぶりました。 OKOK、 かぶりも OK よ。
オリビエ姉さん、あざす。弱肉強食の世界だ。6体目できたぞ、これまた。どうだ？に、7体目。たまには俺たちと残業デートしましょうや。9体目。さあ、最後。我らが、戦うんじゃねえ。次は尻の。っていう感じになりましたね。まあ、いい引きしたんじゃないですかね。この、途中2体引きとかあったんでね。まあ、こんな感じで。今回はこの辺にしておきましょうか。それでは皆さんまた。